ともに一時期単独首位だった中日が急に弱くなってしまった理由って何？誰も言わないけど監督のせいでは。この前まで首位だったのにいつの間にか首位と4ゲーム差の最下位なのか、細川石川村松カリステとか好調だし翔さんもいたのになんでだ。高橋が怪我してガタガタ行くと言われていた割には耐えてるやん。立浪片尾から PL は指導者の資格はないよ、意味でよ。そりゃ立浪のせいよ、現役ドラフトとトレードだけは異常にうまいから GM になった方がええんちゃう？ドラフトは下手くそだからやっぱなしかう。言うてヤクルトもダントツ最下位からなんか3位あわよくば首位も狙えそうになってるし、セリーグの順位まだ当てにならんやろ。いい夢見れたか？結局ドラフト当てれば勝てるんよ。ドラフトは当ててないぞ、現役ドラフトとトレードでなんとかしてるだけ。周平がいなくなって岡林が上がってきてから変わったな。中田の調子落ちたのと投手陣の上振れ、特に涌井と中継ぎが収まっただけやろ。4月17日重賞、5月17日16勝。細川ハマスタだとしなしなになるのくさ。細川はハマスタに来ると思い出すんかな。4月頭首位だった時に5月になったら 100% B クラスに落ちてるってみんな知ってたよ。最初から弱いのにたまたま運よく勝ててただけやろ。本拠地バンドであの防御率の投手もあかんよな。逆やろ、たまたまちょっとハマっただけでこれが普通。福永2軍で114打席で盗塁11成功に失敗、1軍で25打席で盗塁で、野手には1軍も2軍もあんま関係ないよな。なんかおかしいでしょ。1軍、去年までのメンツに戻ったら去年までと同じ成績になるに決まってるやんけ。ご視聴ありがとうございました。